第5試合ランキング戦30分一本勝負を行います。青コーナー181センチ、108キログラム、リングスクルージア、グロムザーザー。赤コーナー190センチ、107キログラム、ランキング6位、リングスロシア、ボルクハーン。さあ後楽園ホールで反対ザザ2度目の対戦、33歳ザザ、そして38歳ハン、ともにベテランです。7年の歳月を超えた戦いになります。第2戦、前回はハンが勝ちました。さあどういう展開になりましても非常にこう楽しめそうな、純粋に そんな試合になりそうです、はい。まあ、特に最近ザザはですね、はい、こう自分のパワーを生かしたですね、戦い方を完全に身につけてますからね、今日もかなりプレッシャーを与えていって、勝つためにつなってくるんじゃないですかね。ここ最近人気が上がってきています。ザザの頭が随分白くなった感じがありますよね昔のビデオをお持ちの方はちょっと巻き戻して見ていただきたいと思いますが、おそらくかなり白さが増していると思います。さあ試合が始まりました。おーと早くも大きな歓声が湧き上がります。お客さんも十分これ期待してますね。パワーのザザか、あるいはテクニックのハンか。ザザというのはとにかくあのパワーが尋常ではないらしいですね、やっぱりね、はい。先ほど試合前にですね、おーアップの時にこのリング上でザザとちょっと組み合ってたジャパンの選手誰でしたか、いたんですけど、あー形勢がダメです。これで終わってしまうのかな、早すぎるぞ。いいですね、さすがハン、素晴らしいですね。見せてくれました。相手スパッと、ね、入ってほしいものですね、はい。どうしたらうまく入るんでしょうか、はい。おっとアパカット簡単だったんですが、ザーザーすごいですね、めげませんね。投げるんですよ、崩しましたね。あいつもです、持ち上げるっていう体勢がリフトアップから ね投げ飛ばすんですけれども、ね、おお返した、ね、アキレス、力任せのアキレスです。ちょっと一瞬ひん曲がったボルクハンの足なんですけれども、ねじりを取りました。このリングスの外国勢としましては一期生と言ってもいいこの両者、ハンがロシア、グルジアがザザです。グルジアの選手は先ほどあの決め技に変えているという話もしたんですが、ザザはですね、なんか独自の決め技といいますか、パワーを中心としたそういう決め技出し始めてますよね。あの共通しているのはこう相手を釣り上げるということですね、数でおいて。とにかくもうベースにあるのがこのグロムザザのパワーであります、はい。ここからハンがどういうふうに仕掛けていくか、楽しみですよね。いろんな仕掛けがなります。そしてじっくりとこの立ち上がります。おうと蹴飛ばされてひっくり返ります。前に来ました。ギブ。この体勢からザザはあんまり決められないんじゃないですか。そうですね。おお、これができますね。けさかためです。強力です。シンプルイズベスト。スケープです。ああ、パンチになってしまいました。顔面になっちゃいましたね。顔面になってしまいました。今こうやって押したんだよと言い訳してますけども、これはやっぱダメでしょう。明らかになると。本人も笑ってます。はい、これはまあベテランの余裕と言ったら余裕なんですけれども。ついつい入ってしまったようです。押したんだよと言ってるようですけども、ボルガー選手にイエローカードが出された。今面白くない顔をしているのはザザの方です。とんでもないやつだというそんな表情をしています。アンバーだ、アンバーだ、アンバーだ、決めていきます。次をあんな返し方あるんですか。すごいですね。いいですね、ザザ。いいですね。なんか自分の持ち味を十分把握してるっていう感じですよね。はい。本当その通りですね。これもまあキャリアがなせる技かもしれません。このすごいタックルじゃないんですけども、まなげ捨てながらテイクダウンしてグラウンドに持ってっちゃいます。よっこいしょっていう感じないですもんね。スッと持ってっちゃいますもんね。反応の巨体ですからね。おーおーおーと。最近ハンの切れ味がうんぬんされていますけども、この試合そこまでは感じさせておりません。しかしあの
絶好調の頃のですね、ハンというのはもっとキラキラきらめくような技の切れ味がありましたけど ね、 そうですね、今日はこれからでしょうか。まあ、ちょっとそれをザザをさせてくれないという部分もありますよ ね、 すね、しっかり抑え込んで、はい、相手がもっとこうやわな相手だったらっといろんなことやってくれるでしょうけどね、それがなできません。ダウンに持っていきます。結局アササの場合は、お、今珍しいボディパンチを使いました。今もしかしたら膝を浮いてたんじゃないですか。いや、そうですかね。和田さんすかさずチェック入れてましたけども、ここ、ね、結局はこのネクロック狙い、おお、これうっかりするとこのまま決まっちゃいかねませんけれども、ハンは後ろにボトムロープが見えてくる。これおお、フロントネクロック、えげつないほど曲げてしまいます。もうハンの持ち味を完全に殺してますね。公主経過無知打ち状態という感じですけど、まあ大丈夫のようです。いや、すごいですね、これ力だけでここまでいけるのか。もちろん力と技が切れ味があるわけですけども、これ投げますか、投げろ投げろというもうお客さん十分知ってます。5分経過、5ミリスパス、足を引っ掛けて内股か、ああああああ、フロントなんですか、これフェイスロックか。まあ、スリーパー行こうと思ったんですけど、なんか取らせませんでしたね、バックを。はい、けさ固めです。いや、ガードしますね。すごい呼吸、息遣い。珍しいですね、ザザの歯が止まってるっていうのが。そうですね。あー、足を、いや、手を取って、持っています。このまま、いい試合だという声援が飛んでいます。うわ、ザザにとってもあのボディパンチというのはかなり展開的にいい方向に強いですね。はい、要所要所で使います。特にやっぱり抑え込みの力が強いですからね、ザザは。引きずり込みながらどうに手を回していきました。何をしようというのか。アンデリガのグラウンドでこう反応が制御されちゃってます。あそこに動けません。この2人ですとまだ動きがありますから予測できますから、なかなかブレイクできませんよね。そうですね。和田さんもじっと見つめています。足は勝ってたんですね。足は勝ってました。あ、向こう側で足が勝ってたんですね。今一瞬決まったように見えたんですけれども違いました。ハンはこれで4つ、グロムザザは2つのロストポイントということになります。ちょっと慣れないようなことやったみたいですね。 今扇風機状態でした。ハンはやれば相手の手首を掴むと私パソコン強いですね。はい、その辺のしかしボディというのは大きな音が出るもんですね。そうですね、ただそれには力もあるですね。それだけのやっぱり音相応のダメージも受けてると思いますか。これ怖い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 ところです。ハンが手首掴みましたね。ずれてますね。攻められながらも手首を掴んでいます。これが掴むと怖いですよ。これがハンの攻撃の始まりであります。ようやく抜けるか、いや、かえって入っちゃうんじゃないですか。抜けろ、下から、これがブロックだ。またさっきと同じ、またさっきと同じ、どうでしょうか。あ、伸びてしまう、ポジションは最悪ですね。伸びてしまいます。あとはもうタップしかないのか。あ、抜ける抜ける抜ける。ザザは我慢強さでも世界一。お客さん大喜び。ああ、切り返した切り返した。危ない危ない、今度ハンが危ない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 。自分の足を掴んでディフェンス、まるでおもちをひっくり返したのように。ただハンがボディパンチですね。オプトムひっくり返したようにひっくり返りまして、あっという間に上になりました。大好きな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 
この試合もランキング戦ですので30分1本勝負です。まだ 手元では8分経過して9分になろうというところ。ハンが6位、ザザのランカー、おーこれどうなってます、どうなってます、足首だったんですか、足首ですね、はい、ザザが足首取りに行きましたね。ハンは素足です。あれハンは素足珍しいですよね。珍しい、ね、そんなには、はい、まあ、何回かあると思うんですけども、前回シューズ履いていたと思います。また下がったですね。おお、大スケープ、スケープ、スケープ。この今朝固めはやっぱりすごいでしょうね。あのドールマンもですね、今朝固めとか首をね一本狙っていくという勝ち方でずっと連勝してきましたけれども。それに似たものを感じさせます。ザザのこういうところがですね人気を呼んでるんでしょうね。ザザに声援がボンボン飛んでますもんね。ファンがちょっと人気が霞んでくるようなそんなザザの人気ぶりです。ザザやっぱ思い切りがいいですからね。好感持てますよね、やっぱりね。ちょっとファンが膝に手をやりまして切れてきたんじゃないですか、スタミナ。10分経過、テニスターまたブロック狙い体勢ですね。ダーイ掛け声一発、珍しいハンが掛け声あんまり出さなかったんではないかと思いますけど、それだけ切れてるのかもしれません。休んでますハン。お、マウントです。これ何を狙ってくるかですね。どうぞ。逆に攻め上げないでると、歯の逆襲が食らいますよ、食らいますよ。あまりこういうピュアな状態っていうのは攻められないかもしれません。腕を上げまして相手が入ってくるのを防いでいます。なんとなく抜けちゃうんですけれどもまだ続いています。歯休んでません、これ。というかやっぱりこう抑え込む力が相手強いんで、もう完全に自分の動きが殺されてますよね。あ、なるほどね。もうそれを抑え込まれてますでしょ、完全に。この2人ですね、体重的にはあんまり変わらないんですよ。おお、これチャンスですよ、ハンは。さあ、伸ばします、後ろに回って足を伸ばした、おー、足伸ばし、伸ばしましたよ。まあ短くはない足なんですけれども、ザザが目いっぱい自分の足を伸ばしました。うつ伏せの状態で足をこじ入れて伸ばそうとしたんですが、そのタイミングでうまく体を反転させまして逃げに行っています。ザザ、これはどういうブレイクよ。おお、ブレイクさせませんでした。常識が通用しません。通用しませんね。通用しませんね。普通ああやったらやめますけど。そうね。まあただね見えなかったってなるんですけどね。下向いてますから。ブレイク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 。ああブロックにかかってるわけですね。あのフェイスロックでも頭蓋骨をこうクラッシュするようなそんなパワーがあるんでしょうね。ね、常人があれかけられたらおそらくもう一発で頭がねもうガンガンしてくるでしょう。長い試合にこの試合もなっています。今日は全7試合ありますから、随分長い興行になるかと思います。まだまだあと1試合2試合が残っています。あ、持ち上げろコール。しかし犯人いい対象になってるんじゃないですかこれ。何かこんな、おー、その通りです、その通りです、その通り。後ろを捉えました。あー、後ろがバランキンだったアキレスだ。もうこれじゃが頑張りはおしまいでしょうか。ゲラッ。あ、でもあんまり入ってないみたいですよ。そうですね、両足もロックしてませんからね。あ、これまあ、膝十字いけますね、ハン。もうダメですね。ザザはもうメッキを上げながら取りに行きましたけれども、これどちらも不十分のようです。おー、ここで終わり、終わりかね。ダイタダイタ持っていたと言っているような感じがしますけれども、ゲバッ。
ザザは我慢強いんですけれども、ね、これ今一つ入ってないんでしょうかね。やっぱり持ってたのは両足ロックしかしない、ね、自分の体勢も十分ですからね、かけてはいるものの、まあ、けさがないきますよ。あ、お返しか、いや、ハンも十分それを予測していました。あ、このパンチは予測してなかったか。チャン14分になります。ファンもこれだけ技をしてもわからないと困っちゃうでしょうね。しょうがない。おお、ハンがやる技、ハンがやる技だ、ハンがやる技だ。おお、自分の技で、自分の技で沈没か。あー、ロープがない、ロープがない。あー、痛い手で取りました、痛い手で取りました。いやー、ファンもやりますね。ファンの顔も奪いましたね。ザザも、まあ、日頃のレスリングでザザこんなことやってたなってやってんでしょうね、おそらくね、はい、ああいうのってやっぱりやってないとできないでしょ、当然だから。そうですね、うまく取りましたよね、でもね、ザザのパワーに圧倒されましてスタミナが早く消耗しているようです。今ハンが6つのロストポイント、ザザが3つのロストポイントです。ハンが全く自分の動きできないですからね、パワーに消されています。15分経過。これ何ですか、足を引っ掛けて股先になっています。レッグスプリットだ。あ、これはきついですよ。これ足首固めの方がいるわ。足首固めの方が、これはきつい、拷問だこれは。うわー、我慢強いザザも、ザザを攻撃に出すか。4つ目のエスケープです。これでポイントは6対4になりました。ザザ足引きずってます。これは痛いでしょ、股関節めちゃくちゃ痛い、足首も痛かったんですね。ハンも相当疲れてますね。ハン疲れてますよ。ハンは今日いつも以上になんか顔色悪かったんですけども、そんなのもあったのかもしれません。体調もしかしたらもともと不十分だったんじゃないでしょうか。疲れたんですね。力も早くなってきました。肩甲骨にバックハンドブロー。ハンは無理をしません。あえて受けました。ハンがいけますね。下から首を取っています。だから最終的に腕を取りに行くと思うんですけどね。ハンのこの待ちの体勢が非常に長いのが特徴の今日の試合です。これどうですか、ブレイクかけてもいいんじゃないですか。あ、動きますね、動きますね。手首掴んでます。抜けたか。あらー、わー、またたまたたまたた。SK SK、 今日この試合のブームですね、この技は。そうですね、はい、下からの技ですね。ハンは3回ぐらいもやってます。ザザも1回やりました。2人で4回あるいは5回やってます。はい、タックル。ハンにとっては厳しい試合ですね。相手のパワーが落ちてきこないだけにこれ大変です。あのハンというのは意外と力があって、ま、おっと、いつも体格勝ちしていた分もかなりあると思うんですよね、はい、今回がそれが通用していません。展開的にはちょっとでも似たようなパターンが多くなってきているような気がします。それほどハンの技が、お、腕ひしぎが足を絡めながら、腕ひしぎではないですね、アキレス捉えてます。あ、すねぎちゃいました ね、 今ね、はい、こういうぐちゃぐちゃの状態で強いのがコピロクなんですが、お、今フギアフォーレグロックのような感じだったんですか。クロスヒール逆に見つけられます、ま、ハンが随分疲れてるようです。あ、ありがとうございました。お互いにクロスヒールホールドですね。おー、いけた、ハンがいってます、ハンがいきます。ちょっと足が膝が曲がってますので、これザザ余裕あります。あ、
鼻が頭こすってます。どうしようかなという。そうですね。あーじゃあ追い上げて今のフェイント、ダンスが負けましたね。今フェイントじゃないですか、よっしゃーという、一気に力を入れてきましたね、はい、油断させておいて作詞であります。すごいですね。ただこう次から次と技をコピーしていきますね本当ですね。ハンガー7つ目のエスケープ、あれいつの間にか随分増えてきました。ロストポイント、あ聞いてますか、これどうですか、お客さんの間では聞いてるんじゃないかという声飛んでますよ。あちょっともうこのタックルにこらえ性がなくなってきました。こらえられずに倒されています。ハンガーこうやってただ亀になっちゃったの珍しいですよね、下から取りましたよ手首取れてた、どうなってるんですかこれ。いやハムロックになってるんですけど、まだ入ってますね、入ってますね。この体勢からだったらハムも攻めるかもしれないですよ。残念ですよ、はいはい、左腕もう捉えています。これで右腕伸ばされると十字の字形になりますけど、足入れてきました。これひっくり返して十字に入ります、はい。できますかね。あー、痛い痛い痛い、エスケープです。20分経過、20分スパン。犯人は珍しくタイミングと力でいきました。クロムダザー6つ目のロストポイント、ハンガー7つ。十分長い試合になってきましたね。そうですね、はい、20分超えました。互いに決め技を殺されています。ザタ元気ですね、ザタ元気ですね。またタイミング、ジャストポンで入りました。あ、起き上がってこられた。いつものように起き上がってくれ、起き上がった。いつものようにゾンビのように起き上がってまいりました。でももう終わりですよ、次のエスケープで。そうですね、ファイナルバンです。もうロストポイント許されません。今23分台、右腕を、おーっと右腕を抜きたいボルカン。ただこんな逆襲です。アームロック、あこれあ逃げらんないんですよね。ハンは逃げられません、ね、ハンは逃げられません。ブレイクです、これはうまい、これはうまい。ブレイクになりました。とにかくエスケープは許されません。もちろんダウンはもう終わりです。ザーザー元気ですよ、元気ですね、めちゃくちゃ元気です。エミさえ出てきました。これ勝てるかなという、もうそんな気持ちになってるのかもしれません。勝ちますと、まあ、ベテラン勢ではありますけれども、ザザにしましては嬉しい勝利になります。おー、危ない危ない、危ない、危ない危ないですね。今当たったらね、イエローカードボールですよね、空振りだということを言ってます。ザザもつい、いや、あ、もうつい出しちゃったようです。あ、危ない。さあ、ザザはもちろんエスケープできます。おうおう、攻めているのはね、ハンも完全にもう殺されてますね、この、はい、ブレイク、ブレイク、なんかホッとするようなブレイクです、はい。これだけこう1試合の技が出なかった判定珍しいんじゃないですか、はい、ですね、残り時間5分、この2人に英語が通じるか、その疑問も一つ残りますけれども、タックルに行きました。おお、危ない危ない危ない、おー、危ない危ない危ない、そばのカメラマンの皆さん大変です、避難避難。あー、危なかったですね、今エプロン出ちゃいました。5分切れています。長い試合が続いています。カウンターダウンもとにかくダメです。徳田原です、
浜田ですね。足届きますよね。十字固めじゃないですか。おお、ここで試技ですか。その前にエスケープしるでしょうか。引ってきたですね、リング中央。エスケープだ、エスケープ、エスケープ、エスケープ。足が上がっています。7つになりました。グロムダザのエスケープ、ロストポイントです。あれ、時計の針がですね、もう4分切ってます。3分半というところです。犯人プロに来まして声援が飛び始めました。やっぱり犯人最終的には ね勝ってほしいというのもあるかもしれません。あるいはこの犯のですね、いつに見ない球場を見て、はい、ファンの皆さんもそういう感じになってるのかもしれませんね。ことごとくこうかわされたというか、外されてますからね、いつも強い華麗な犯人はその通りでいてほしいのかもしれません。アクション。あ、ブレイクがかかるかもしれません。ノーフェイス。おおお、残り時間3分中止です。あ、消えてしまいました。決めろだぞ。フリーディースゴー。ダメと手であった。ああ。ラストラスト。中継ぎずりやだ。ガスだけ相手に手品だが大事。怖い。怖い。怖い。大事。おお。豪快なひっくり返し方。いい感じですね。振りかぶってましたからね。あれ範囲やられて嫌でしょうね、ボディやられて。あんまりああいう免疫はないでしょうしね。アクション。まもなく2分を切ります。また犯人、まもなくチャンスが回ってきましたよ。あ、ここじれてますね、左手です。少ないチャンスを図っているようです。ボルカン、残り時間2分、グリーンとゴー。そのバーロッカー、ザザの手坂田、かもしれませんね、決まり手はね。もし決まるならばこのまま終わっちゃいますと、あのボルクハンド負けということになります。時間切れじゃないですか、これ。クランゴーさん、どうしてきましたね。ザザの18番最後の最後のけさがため、けさがため、けさがため。おお、切り返すのか、切り返すのか。おお、ダメだ、ダメだ、ダメだ。逃げる。ああ、ダメでした。うまく足が引っかかれば腕を取れたかもしれませんけれども、そうはいきませんでした。ああ、残り間もなく1分を切ります。これはタイム切れ、時間切れが濃厚になってきました。まずダムクやるに、ダルヨセンジ、アデシ、アデシ、残り時間1分、アクション。アクション。あ、これも30分か。まさか2試合続くとは思いませんでした。これはもう微妙ですね。おまた。ザザこのまま抑え込み続ければもう勝利ですかね。あ、最後スタンドアップを要求しました。あと30秒ほどです。ハッキーだ、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 ハッキー。あのザザのタックルはすごい低いですからね、入りませんね、押せられませんね、まだね。あ、試合終了ですね。さあ、ザザが勝ちました。試合終了です。2ポイント差。時間でポイント判定により、フロムザザ選手の勝ちでございます。あ、金星ですね。そうですね、ザザが判を下しました。これで2人の対戦成績は1勝1敗になりましたが、7年越しの再戦はザザが勝っております。いや、もう今日の試合は本当にもうザザがもうハンの持ち方を殺したということですね。なるほどね、まあ、ハンのいいところがほとんど出なかったですからね、はい、キャリアの長い2人、試合も長かった。その勝敗はグロムザザが勝利しています。
歯は疲れたーって感じですね。いや本当ですよ、第4試合に続きましてこの第5試合も30分戦いました。お疲れ様でした。あ、間違えてます帰るとこ間違えてました、ザザは入ってくる時もコーナー間違えたんですが帰る時もご丁寧にコーナーを間違えて帰っていきます。